地上の音速バトルはここ冬木市市街地特設コースからお送りいたします。解説はこの方、琴峰綺麗です。よろしく。そして実況は私、冬木の虎藤村大河がお送りします。ゴー。それでは早速スタートを控えた選手たちの様子を見てみましょう。まったく、レースなどと名誉ある騎士の戦いを一体何だと思っているのでしょうか。いいじゃないか、セイバー、殺し合いをしないで済むんならむしろ歓迎じゃないか。それはそうですが。で、どの車に乗ればいいんだろう。マシーンは厳正なくじ引きにより決定されます。またかよ。それでは選手紹介です。リン&アーチャー組はゲットマネーゴー正々堂々頑張ります。応援してくださいね。どんな汚い手を使ってでも勝つわよ。いつも通りにしろということだな。続いて、トイチロー&キャスター組はハネムーンゴー。あらやだ、もう新婚さんみたいじゃない。お次はランサー選手。マシンはゲイボルカー。俺が絶対1位だ。どんどん行きましょう。シンジ&ライダー組ママチャリー。なんて自転車なんか開けるんだよ。大丈夫です、私の騎乗スキルは A+。行きますよ、ペガサス号。名前つけんなよ。続いて、シロー&テイバー組は野獣ライオン号。シロー、あ、100円ください。お金いるの。そしてそして、イリア&バーサーカー組。何それ。あー、はいはい。じゃーん、バーサーカー。ちょっと今でもう一遍やってみなさいよ。さあ、各社グリッドに出揃いました。琴峰さん、大混戦が予想されますがいかがでしょう。いい加減、魔術協会も聖堂協会も財政なんです。できる限り被害を最小限にしてほしいですね。さあ、いよいよです。第5次聖杯グランプリ、チェッカーを受けるマスターとサーバントは誰か。今シグナルが赤から、青に変わる。各社一斉にスタート。あーっと、ものすごいスピードで先頭に踊り出たのはダンサーのゲイボルカーだ。悪いな、ぶっちぎってやるぜ。あいつ最高だぜ、俺のゲイボルカー。このスピードたまらねえ。ねえアーチャー、知ってる？ドラッグマシーンはね、曲がれないの。ランサーが死んだ。この人手なし。しょっぱなから大波乱ですね。事後処理が。レースは序盤から荒れ模様。ここで先頭に躍り出たのはハネムーン号とゲットマネー号だ。ライオン号もなんとか追跡する。あの車、クラシックカーのくせに相当性能がいいようだな。あんたにはあっちか。私はすでにゴールインしていますのよ。なるほど、向こうが勝ち組か。そんなわけで、くれぐれも聖杯のことは任せるわ、佐々木。あいよ。なに、久々のシャバの空気はうまいぜ。アサシンなのか。ずっと寺に閉じ込められていたからおかしくなったのよ。うわぁ、セイバー。ダメです、お金がないとこれ以上スピードが出ません。もう財布が空だ。シロー、あのバカ。おっと、イケニー、今何かぶつけちまったかな。どうして流動寺の外に出られないアサシンが。三文ごと積み込んでいる。だと、初めからこうすれば自由だったんだなあ、相棒。ガナ、行くぜ相棒。何も言ってないのよ。キラドキラ、オラオラ。さて、ここでトップに立ったのはキャスターのバトンタッチしたアサシンのデコトラ。なんという展開、聖杯戦争の醍醐味ですね、琴峰さん。安全運転を心がけてほしいですね。くそ、あのデコトラ、なんであんなに速いのよ。くぅ、あいつの呉服は効くぜ。キャスターの呉服か、どこまでも抜かりがない女だ。もうアサシンの原型ないわね。このままゴールだ。なあ、優勝したら一緒に暮らさないか。誰？悲しすぎるわ、いろいろと。おのれ、誰だ、どこから砲撃している。ハイドー、バーサーカー。いいよ、姿を見せないと思っていたが、まさかショートカットしてきたのか。足が遅いなら全員潰しちゃえばいいのよ。
パンチャーフォーファイヤー面白い俺の街、俺のレースで無粋な真似をするな、イクダルマ。キピカ、どこ走ってんの。俺の前を走る車は何人たりとも許さん。吹いて走ろう、エルキル。もう、あいつ腕まさか。自爆とは、ブサイク筋肉だるまの貴様らしい最後だ。笑ってやる。あんた、なんで。愚問だな。良い、良いではないか。レースとはなかなか良い催しだ。しかし、俺を招待しないとはどういう了見だ、琴峰。だってお前、ルール守らないじゃん。それがどうした。俺がルールだ。神羅万象、何事も俺が一番でなければダメだ。アーチャー、迎撃よ。いいのか。せっかくトップなのに、あんなのに無茶苦茶にされたら台無しよ。了解した。勝手が過ぎるようだな、英雄。撃ち落とす。俺のライディングテクニックを甘く見るな。そのライディング、貴様この時代に来て何にハマっていた。何もかもだ。意外や意外、ギルガメッシュ選手の参戦。果たしてこれは是か非か。彼も大人だというのなら、お願いだから言うことを聞いてほしいですね。あんた選手じゃないでしょ。私たちの勝ちなんだからね。このカーブでもらうぞ。は、俺の勝ちだ。いえ、抜かせてもらいます。あれ自転車よね。なんというケイデンス。ママチャリが。私の騎乗スキルは A プラス。たとえママチャリでも乗りこなしてみせる。なかなかやるじゃないか。褒めてやるぞライダー。やっぱりお前は最高だ。やっほー。飛ばしすぎたようです。シンジ、お家帰る。何今の。気にするな、コースの要請だ。さあ、いよいよレースも大詰めです。このまま何事もなく終わってほしいですね。トップで最終コーナーを立ち上がってくるのは、来た、ほぼ横一線。わずかにギルギルマシンがリードか。ゲットマネー号も負けていない。楽しかったぞ、小娘。なかなかやるが、所詮貴様は一生うっかり娘だ。何ですって。挑発に乗るな、リン。何を。いいから前を向く、リン。このメロディーはライオン号だ。何。ライオン号よ、お前もまた獅子だというのなら、命を懸けて駆け抜けろ。セイバー。なんで、一体どうして。定期預金を解約してきたんだ、セイバー。これから食事はお茶漬けだけだ。ふざけすぎだ、獣畜生が。さあ、ゴール目前、まだ勝負の行方はわからない。早いライオン号、怒涛の追い上げ、じわじわ差を詰める。並ぶ並ぶ並ぶ、三台横一線。踊れブリキング、行け、リン。終わってよかったですね。シロ、あれは聖杯。ついに聖杯は出現した。今二人の願いは叶えられん。お金返してください。